いよいよ明日 J リーグが再開しますけども、今の率直なお気持ちを聞かせてください。やっとサッカーの試合ができるなっていうところですごい嬉しさを感じてます。こうチームの雰囲気だったり、皆さんの表情っていうのはいかがですか？そうですね、まあ、いよいよ始まるなっていう、まあ、あの表情と、まあ、一発目がダービーっていうところですごい緊張感のある、まあ、すごいあの複雑な表情になっていると思います。こういつもだったらダービーの 前日の練習っていうのはサポーターの方が激励に来られたりとかあると思うんですけど、まあ、今回なかったと思うんですけど、そのような何か違いとか感じるものの違いってありましたか？そうですね、まあ、今までそういうあって当たり前やったものがまあなかったんで寂しさも感じてますし、うん、まあ、そういうことができないっていうサポーターのもどかしさもあると思うんで、まあ、そういうことを組んで明日のダービーっていうところはしっかりやっていきたいと思います。東口選手自身のコンディションっていうのはいかがですか？いや、もういつでもいける状態ではありますし、まあ、90分っていうところで、まあ、なかなか試合数的にはまあ本当最小限の試合数しか、まあ、トレーニングできなかったんで、まあ、そこのコンディションっていうところは、まあ、どうなるかなっていう思いはありますけど、まあ、やりながら調整していければいいかなと思います。ちょっとキーパーに怪我人が何か出てたと思うんですけども、練習っていうのは問題なくできていた感じですか？そうですね、そんな、まあ、もちろんハードに上げる日もありましたけど、まあ通常通りの練習はできてたと思いますし、まあ、人数がちょっと少なくなった分、まあ、キーパー陣の回し方としては、まあ、ちょっとイレギュラーなところありましたけど、まあ、通常通りしっかりトレーニングはできました。スポーツ界でいうと一足先にプロ野球だったりゴルフだったりが開幕したと思うんですけど、まあ、無観客ということだったりいつもと違うと思うんですけど、その様子を見ていたかということと、もし見ていたらどういうふうに感じたかっていうのを教えてください。まあ、野球とかゴルフってよりも、まあ、海外サッカーとかを、まあ、見てるんで、まあ、そういうところで、なんですかね、やっぱ歓声がない分、まあ、カウンターの迫力が一歩出なかったりっていうところは見ててありますし、まあ、あと5人交代できるってところで、すごいオープンな試合になる傾向に なってるんで、まあ、そこは今まで経験したことないところなんで、やりながらいろいろ感じていければなと思います。こう無観客ということで、まあ、サポーターがスタジアムに行けない分、こうクラブとしてもさまざまな取り組みをされてると思うんですけども、ということで何か感じることとかってありますか？そうですね、まあ、何があるんですかね。これをやるんですか？出したりとか、サポーターがメッセージにこれを。ああ、そうなんや。あとは YouTube で、まあ、試合スタジアムみんな来れないから、YouTube で試合前からいろいろ番組そう楽しんでもらったりとか。なるほど。まあ会場に来れないっていうことで、まあ、サポーターの方たちがいろんな形で、まあ、僕たちの力になってくれるっていうところで、まあ、いつもとはちょっと違う形ですけど、まあ、後押ししてもらって、まあ、明日もできると思うんで、まあ、僕らはそれを、まあ、背負ってしっかりダービーなんで勝てるようにやっていければいいと思います。ちょっとま改めてになるんですけども、こう2ヶ月の中断があって、リモートマッチがあって、で再開がダービーということで、こういろんなことが重なる試合になると思うんですけども、どんな思いで挑みたいですか？まあ、ほんまサッカーできることに感謝して、
でまあダービーなんでね、まあ、もちろん勝負にこだわってやっていきたいと思いますし、まあ試合ができる喜びとそれを見てもらえる環境があるんで、まあ、僕らはほんまにそれに感謝して全てをぶつけていければいいと思います。では最後にサポーターの方々へメッセージをお願いします。はい、まあ、スタジアムには来れないと思いますが、まあ、リモートで応援してもらって、一緒にガンバクラップできるように、頑張っていきましょう。